ただいまご紹介をいただきました弁護士の豊田といいます。私は今ご紹介ありましたように公害裁判の原点といわれる四大公害訴訟のそもそもの始まりから弁護士生活50年公害環境問題に深く浅くいろいろな形で携わってまいりました。その経験を踏まえながら今日お話をさせていただくわけですけれども、今日出席している中には小野寺弁護士、山下弁護士、その他いっぱい優秀な弁護士がいる目の前で、私が国に勝つための話をしてもあんまり意味がないのじゃないかなというぐらいに思いながら今この壇上に立っています。今朝新聞を開きましたら、大阪高裁の久保田労災問題のですね、二審の判決が新聞記事に大きく載ってました。皆さんも見ておられると思うんですね。責任問題で二審でも久保田の責任は認めた、しかし国の責任は否定してるんですよ。でこういう判決が今朝の新聞ですよ。一体許されるのか、もともとの原点は何か、久保田の問題が久保田ショックということで社会的に問題になったのは今から9年前のことです。2005年の8月ですよ。9年間厚労省は一体何をやってきたのか、そして被害者が一つ一つの裁判を戦い続けなければ国の責任や企業の責任を問うことができない、この国の政策の貧困さ、私は大きな憤りを感じます。皆さんそうじゃないでしょうか。厚労省はこの9年間静かな時限爆弾と言われてアスベストが問題になって、久保田ショックで連日のように記事が出た、9年前のことです。でそれは確かに国会議員の先生方も動いて厚労省もそれなりに美容的な対策が取ってきたかもしれません。しかし抜本的な解決はいまだに裁判待ちの状況で解決になっていないのです。これはこの国の政策の貧困を物語るものじゃないでしょうか。同時に今ご紹介がありましたようにアスベスト問題については超党派で国会議員の先生が動いています。超党派で動いて国会の先生が動いているのに厚労省はなぜ動かないんですか。被害者が一つ一つの裁判で勝ち続けなければ厚労省はその重い腰を上げないというのでしょうか。その事態を私たち国民が許してしまっているということについて私は大変内心じくじたるものを感じます。私たち自身の責任でもあるのかもしれません。そのことをまず冒頭に申し上げたいんですけども、そして私が今日の講演を引き受けたのは実は2年半前に一審の二審高裁判決があって、あの負けた時の様子、あの時私はなぜかですね公害弁連を代表して挨拶に行けと言われて、かつ集会に行って挨拶するのは気分がいいんですけど、負けた判決を目の前にした集会で私は挨拶をせざるを得なかった。8月の25日、国会のこのすぐ下に政令会館というところがありますから、そこで私は被害者のやらせない本当につらい話を次から次と聞きました。聞かされました。もう私なんかこの弁護士として激励する言葉を見つけることができない。で被害者の人たちは本当に勝つという具合に信じ込んできて、でそしてそれがひっくり返されて負けてしまったんですね。でその時のことをこのパンフレットの中で非常に詳しく各原告が述べています。裁判官は現場検証に行って、そして現地を見て患者の苦しみを聞いて、そして判決を書いた。全くそれは裏切られてしまったんだという言ってる患者もいます。